ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。元気だけはありますけども、3連敗中のワールドスタジアム EX 第4戦、開幕3連敗をなんとかね止めたいと思います。山崎さんでいきましょう。これ覚えとかないとね。右がスライダー、左下スクリューフォークね。 OK、 さあ行くぞ。タブヤンか、これ勝手に、あ、スタメン勝手に選択してくれてるんだね。なんか毎回変わるよね。オッケー、コンピューターに任せよう。コンピューター監督、東京ビッグドームでアウェー戦です。やってやろうじゃないかい。巨人阪神戦、ドレイボー。カメちゃん当たってるからね。よし、落ちた。ノーアウトのランナーが出ました。バントバント、あ、バントミス。くー、バントって難しいんだね。スーパーファミストなら簡単にできたのにね、バント。あんなになんかバントミス、バントにうまい下手があるってことだよね。1番セカンド西、スライダー、そしてスクリューってやつ、スクリュー、フォーク、オーライ。やっぱ緩急を織り交ぜないとこのゲーム無理かもね。ジャンプ届かない守備もねちょっと練習しないと。マック、マック鈴木がスライダーの出し入れ、おら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 、よーし、守備のミスをねなるべく減らす。松井秀喜か、外角ストレート、ボール球だ今の。うわー、ピンチですね。広沢さん、ちょっと外角ボール外して、いやー、ほらほら、なんとか0点に抑えましたよ。4番ファーストグレイ、グレイ、どうだ、勢いがなかったな。レフト石峰、石峰引っ張るバッティング、あー空振り。センターマック大活躍って感じか。6番ライト文心くん、タブヤンくん、右打ち、いやーなんか弱いな、勢いが。三振はあんまりしなくなったと思うんだけど。ファースト吉岡、ストレート内角、なんだそのチェンジアップ？ストレートはま、あれ？なんかスクリュー、スクリュー、おい、なんかねダッシュキャッチっていうのがあるんだけどな、バツボタンを短く押す、
それやってみようかな。内野ゴロ打たせる。おい、これだ。ああ、ダッシュキャッチできましたよ今。エラーしたけどね。よし、勝つぞ今日こそ。阪神巨人戦では燃えますよお互いね。右打ち、惜しいじゃないか。あら、完全に振り遅れた。あ、パワーになってる。そんで和田、あれれれれれれ、うん、まあピッチャーだししょうがないね。全身守備とかこれあるんだね、丸ボタンで。知らなかった。ピンチの時とかやってみよう。ジャンプジャンプ、あー、ジャンプができなかった。しっかりしろ。1番セカンド西、ジャンプ、うん、ジャンプの練習、滑れ、よし。セカンド、ファースト、あー、セーフかー。2番ショート、守備の練習。ボール、これは無理か無理か。ナイスキャッチ。3番センター、マッキー、ストレート、ストレートでガンガン押せ。そしてね、フォーク、いやー、いけるいける、キャッチできる。よし、ナイスキャッチ。リプレイしてもらった、ありがたい。ナイスキャッチ。さあ、1番バッターから。反対しかしてねえやん。あ、ピッチャーエラー、ピッチャーエラー、イエーイ。で、さっきバント失敗したんだよね。バントやめよう。おい、星野くん、あーあーああ、ダメじゃん。くっ、あー、ダメだな、これ戻ろうか。うーん、盗塁、盗塁でもするか、盗塁。あー、ダメだ。挟まれてる。あー、リードの仕方ってどうするんだ。あ、書いてないな。松井、なんかね、操作早見表にはリードが書いてないんですよね。調べないとね。リードしてないから三振。どうしよう、フォーク、あー、打たれた。よし、なんかいつもギリギリだな。5番レフト、フォーク、よし、今ダッシュキャッチしましたよ。ダッシュキャッチ。ファースト吉岡、あと、あー、
中継しないといけないんだけどな。いやーこれはきつい、これはきつい、これはきつい。あーやられたー、1点取られたかー。スライダー中心で、おお、捉え、打たれた。戻ったか。ピッチャーか、ここは打ち取りたいね。ジャンプ、あー届かない、全然届かない。バックホーム、アウトじゃないのか。なんかボール外すのもうこれぐらい外した方がいいのか。あ、それでもバット届くんだね。ボールの外し方が甘かったな今まで。これぐらい外したらどう。これは届かないでしょバット。スライダーをインコースで、おー、いいね。これ外すというで、スライダーをインコース。当てられた。一つ一つ覚えていくしかないか。スローボール狙おう。これだ。フォークか。フォーク打てないな。ちょっとマニュアル。おお、追い込まれたぞ。おいおい、マニュアル。打撃。スイングは普通。おっと。引っ張れ。ダメか。くえ。三番センターマック。マック？外角。おら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 。四番ライト松井。インコースにドバッと、あー、5番レフト広沢。うん、送られちゃった。ファースト吉岡。どうしよう、これぐらい。よし、取れる。ヒットでも余計打たれてるな。ベース寄りに寄った方がいいのかな。あ、なかなか内野は抜けないですよねこのゲーム。それか私が下手くそかね。まあ下手くそなんですけど。よいしょ。赤、全部外野ゴロ、内野ゴロ。ここか。攻撃攻撃。藤ね。流し打ち。いいじゃないの。やっぱ R に L には押した方がいいみたい、いいのかな。1番センター亀山。超えるか、頭超えるか。よーし、超えた。
惜しい惜しい惜しい流し打ちばっかしてるんですけどね、さっきから。あー、ダメか。ピッチャー交代。あ、フォークだけこの人。よーし、ナイスキャッチ。背面飛び。キャッチャー村田。フォークしかないからね、この人このピッチャー。内と外でやるしかないよね。あと緩急とフォーク。よーし、これはどうしよう。もう一球フォーク。よーし、三振私にはこういうシンプルなピッチャーの方がいいかもな。能力がないからね。え、振ってくれたん川原。そしてフォーク。おー、当てられた。よーし、クールボール。クールボール。あー、スライダーは嫌いあー、三球三振。クール4番ファーストグレン。よし、来たー。結構飛んだと思ったんだけどな。レフト一心に。詰まったか。バットの根元っすね。あ、一番バッターから嫌だな。一番セカンド西。よし、これ投げる球ないからねおお、来た。なんかダッシュしましたよ今。短く押すとダッシュできるんだね。あ、エラー。連続ダッシュはでも難しいね。で、長押しするとジャンプしてしまうんでね、難しい。無理かなフォーク。よし、ストレート。無理か、ピッチャー交代か。5番レフト広沢。広沢、悩ましいな。ピッチャー交代。防御率 10.8、 中西抑えの切り札。防御率 10.8 は使いづらいね。川尻にしましょうか。スライダーで攻めよう。ピッチャー川尻。お、やられた。綺麗に打たれたな。吉岡。あ、前進守備とかあれ使うの忘れてたな。やられちゃった。7番サード長嶋。くあ、追加点入れられたか。2点も。6番ライト文心くん。
L に R に押さない方がバランスがいいのかな。フォアボールを選べなくなったという、コンピューター強くなった、勝てない。あちゃ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 、これヒットじゃない、よーし。9番ピッチャー川尻、うん、代打だったかな今の。8番キャッチャー村田、かっこいい、ダッシュしてキャッチ。よし。1番セカンド西、はい、あ、いたあった、手が痛いわもう。2番ショート、かわいい、かわいい、あーダメか、ナイスキャッチで全部抑えたいんだけどな、守備で。センター、マック、あ、エラー、もう今惜しかったな。4打数3安打松井、ピッチャー交代ですね、これは。左の古溝で、ピッチャー古溝、あ、しまった、危ねえ。さあ最終回か、1番4点差、亀山、亀ちゃん一人頑張ってる、疲れてきた、頭越えろ、あーくそー。2番ショート、星野さんはヒットなし、うわー、あっさりツーアウト。長いトンネルだな。これホームラン打てるぞ。ダメか。ゲームセット。いやん。くそ、腹立つ。いやー。このファミスタ100試合、スーパーファミスタ80試合ね。ここまで苦戦したことはないですね。これ悲しいな、またまた。うん。なんかバッティングセンターとかないかな。ちょっとね、プライベートでね、練習していきたいと思います。申し訳ございません。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。